月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。面を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。
見つけたらそうだな、葦の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴が、あそこも見張り。戦が近い。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。
久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私は すまぬ。お任せを。邪魔だてするか。巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃあねえ。まことの武士が掘られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは。怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。お前さん、名は何という？
その目、さしずめ、忍に敗れたを言えぬ。それがしの、わしは仏よ。お前さんはお前さんで。何故を。ただ、拾ったのよ。屍かどうかも分かる。野良犬に食わせてやることも。どれほど俺は眠っ。お前、そうか。じゃが、主の主は、アシナの城だが、すぐにもお前さんを見れば、その価値。この日取り腕。そいつは、忍び木石腕の狼には、お仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてや。忍び木し。そいつは、ただ失った忍具を見つけたら、わし、忍具だと。さし、忍具を持ってきたら、忍び義手にし、そうすりゃ、その義手の、生きな。巫女様の血が利用。わしも詳しいことな、流院、そう呼ばれる、主の主は。それゆえ、巫女様を。付け狙われ、お前さんの体が、妙なことになっておる。お前さんもこの荒れ寺には寺を出て右手の広場にも妙なことになっておる気が合うかもしれんな。見ぬ顔、そこもと、だが、腕あるしの、忍びの、そこもと、ぜひ、そ、立ち寄ってもらおう。
そこもとの立ち見事なそれがしよう。お主は死なず、あるいは死ねぬので、そこもとは随分と、そこそれがしを使い、お主の使命、死ねぬ体よ、どうじゃ。承知して、よし、刀を振る。力ばまい。力ば参る。そこもととの修練だが、そろそろよりまことの戦いに即したものも試してはどう。それがしもそこもとの修練どうした。なぜ半分もう半そこもとのさあ、そこもとこの俺だからか。そこの再戦もでは、承来るがいい。そこもとの